外交とは、居住、生活する、建物の外にある構造物全体を指す言葉である。それには、門、車庫、カーポート、土間、アプローチ、塀、柵垣、垣根などの構造物、それに庭木、物置、また工術する関連品も含まれる。溶壁と塀、庭木による外交外交をエクステリアと呼ぶ場合もあるが、エクステリアの場合は、建築を取り巻く、 構造物という意味より建物を取り巻く空間、あるいは環境と位置づけされ、そこにはインテリアのように装飾性、機能性、娯楽性が大きく含まれる。一般にインテリアの大義語として用いられることがあるが、特性に鑑みるならば根は同じで、それが内部か外部かという違いだけである。もっともインテリアは装飾性に特化されているものが多い中、 装飾性ももちろんであるが、機能性、また娯楽性に重きを置いている傾向がある。業界の関連団体としては、公益社団法人日本エクステリア建設業協会、外交に関する資格は1.2級、エクステリアプランナー、ブロック米診断士、1級ブロック建築技能士、職業訓練指導員免許などがある。就職先の主な仕事は、ブロック建築志向。 タイル思考、左官思考などがある。大まかに分けると、以下の二つに分けられる。外部からの視線を遮断し、住まいの風格を表す堅牢な門扉や塀を、設けるなど、主に外部と敷地内部を分け隔てる目的で、造作される。一時代前の日本の建築に多く見られる。閉鎖的な端緒がある。欧米に多く見られるような、門扉や塀の代わりに、樹木や草花を植栽し、 開放的に見せ、道行く人をも楽しませ、同時に街並み全体への配慮も考慮したもの。住宅の洋風化に伴い、近年多く見られる。蒸気二つの要素を取り入れた接中型のスタイルとして、セミクローズド外交があり、現在の日本では主流になっている。旧備薬合院庭園外交。江戸時代以前の景観をとどめ、あの州積みの洞窟。 外交の石垣が現存する田淵氏庭園外交。ありがとうございます。